ニコラウス・フォン・オルデンブルクは、ドイツの両方オルデンブルク対抗国最後の、対抗聖師。1931年より死去するまで、オルデンブルク対抗家課長の地位にあった。ドイツのための選択肢副党首、ベアトリクス・フォン・シュトルヒは孫にあたる。最後のオルデンブルク対抗フリードリヒ・アウグストと、その2番目の日のメクレンブルク・シュベリーン代行所。 エリーザベとアレクサンドリーネの間の長男として生まれた。プロイセン軍のオルデンブルク竜騎兵第19連隊に所属し、名誉大尉の階級を与えられた。第一次世界大戦が勃発すると、父の友人であったバイエルンを対シループレヒトの参謀として従軍した。ドイツ革命によってオルデンブルク大公国が消滅すると、対抗政士としての法的な地位を失った。 1931年の父の死に伴って、オルデンブルク対抗家の家督を継承した。戦後のニコラウスは、丘陵地であったオルデンブルク自由州において、州とその周辺のほとんどの市民を加えた、君主主義政党を組織するなど、積極的に政治に関与した。ナチズムに対して、共感を持っていなかったニコラウスは、自身の支持者に対して、 国家社会主義ドイツ労働者等に投票しないように呼びかけた。1936年、ニコラウスの党は他のドイツの多くの政党と同様に非合法化された。ナチ党から危険人物とみなされたニコラウスは国家の敵のレッテルを貼られる危機にさらされたが、熱烈なナチ党員であった義兄弟のヨシアス2、バルイコールピルモントの取りなしによって事なきを得た。 1937年5月1日に、ナチ党に入党し、同党の408万5803人目の党員となった。第二次世界大戦の間、家族と共に、ラシテーデジョーで他と関わりを立つかのようにして暮らした。ナチ党政権の崩壊後は、君主政復古のために連合国軍と交渉する考えを持っていたが、イギリスからの関心を得ることができなかったため果たせずに終わった。 オルデンブルクで戦前の君主主義政党を立て直したが、1963年にその指導者の地位を長男のアントン・ギュンターに譲った。1970年4月3日、ラシテーデにおいて72歳で死去。課長位はアントン・ギュンターが継承した。ニコラウスの死後、彼が組織した党も解散した。1921年10月26日、アーロルゼンにおいて、 バルデック公ーなヘレーネと結婚した。ヘレーネとの間に六男三女を設けた。うち、一番下の男子二人は双子である。ヘレーネと死別後の1950年9月20日、ハルムスドルフのギルデンシュタイン荘園において、アンネ・マリー・フォンシュッツミルと再婚した。アンネ・マリーとの間に子供はなかった。ありがとうございます。